トータリズムはアメリカ合衆国の作曲家、音楽学者、音楽理論家のカイルガンがポストミニマルの作曲家たちの傾向を新しく形容した用語である。ミニマリズムの作曲家たちがヨーロッパや日本、ロシアといった作曲家に影響を与えた後もアメリカ合衆国ではミニマリズムの軌道を修正あるいは増幅した種が出現していた。これらの作曲家を 元来は、ポストミニマルといった用語で一括りにして説明が行われていた1990年代に、ポストミニマルといった形容では1950年代、生まれ以降の作曲家の作風が説明しにくいことから、新たにミニマリズムではなくトータリズムだと言い始めたのが最初である。ミニマリズムの流行が一通り終わった1980年代から顕著になった傾向である。 その発生にミニマリズムの作曲法にヨーロッパで始まった傾向を掛け合わせたことは指摘することが可能である。例えば、グレンブランカは確かにミニマリズムだが、シン進ーニー一等なるプレクサスでは、スペクトル学派と全く同じく E の最低音から倍音が立ち上る。ミックル・ラウズはミニマリズムに12音技法を掛け合わせたメロディーをオペラで使う。マイケル・ゴードンは、 順列組み合わせにヒントを得て、音歌を並べ替えるミニマリズムを提唱している。同じく反復語法は使うものの、高度な音律理論や複雑なリズム法への個執が見られるラリー・ポランスキーも、マイドンが大きいというわけではないものの、楽譜は特殊な音律の指示で埋め尽くされて長大な密度を好んでいる。ただし、このトータリズムという形容を行っている音楽学者が、 ガンしかおらず、アメリカ合衆国以外の作曲家に対して、トータリズムという形容が可能なのかどうかは不明である。ミニマリズムの音圧を増強するという立場に立った作曲家に、日本ではイフクベ、伊福部明、松村定造がおり、スペインには、マリアであるベアルロシアには、ガリーナウストボーリスカヤなどが確認できるため、全世界的には1950年代生まれの、 人物からミニマリズムの音圧が増強されたというわけではない。また強い音圧を使わず静かなミニマルという古法を取った作曲家には日本の海のノセ州リトアニアのリカルダス・カベリスがおり必ずしも1950年代生まれと断定できる要素はない。ガンは次の作品群にトータリズムの傾向が見られると指摘している。ありがとうございます。